ドジャース、大谷翔平投手の球場入りが話題になっている。11日、日本時間12日、スプリングトレーニングは3日目を迎え、この日はシルバーのポルシェで球場入り。日替わりポルシェ、3代目のポルシェは大谷くん自ら運転、何台何種類のポルシェがあるんだ。と衝撃を受けている。実際の様子、オープンカーを颯爽と運転。美しい、貴重だわ。ハンドル握る大谷翔平。大谷はこの日、スプリングトレーニングでは初めて自ら運転。助手席に水原一平通訳を乗せていた。乗っていたのは、スポーツカータイプ、911タルガ 4S。天井を開閉できるオープンカーで、同社のホームページによると2200万円を超えている。初日は白のポルシェで球場入り、今キャンプはこれで3代目となった。同社のブランドアンバサダーを務める大谷。昨年12月にはチームメイトのジョー・ケリー投手の妻へ、背番号を譲ったお礼に新車をプレゼントして話題になっている。SNS では毎回違う車種が話題に。宣伝になるから色々な車種提供しているのかな。また違うポルシェだ。毎日別の使ってほしいってポルシェ社からお願いされてんのかな。とコメントが寄せられていた。